はい、チーム T-Rex の皆さん、こんにちは、トシです。いつもありがとうございます。あのね、キスっていうロックバンドいるでしょ。で、あのバンドのだいぶ昔の、まあ本当に昔だ、80年かなぐらいかな、多分。あのね、そうそう、でそのぐらいの一番ガーンの時ね、そうそう、デビューしてちょっとねのインタビューで、まあポール・スタンレーだったかジン・シモンズだったか、うん、まあ2人とも同じような意見だと思うんですけども、って言ってたのがね、まあ、自分たちはねロックスターなんだとね。そうで、ロックスターってのは会場にいる誰よりもかっこよくなきゃいけないんだっていうインタビュー言ってるわけですよ。うん、これなかなかね、そう、僕もそういう考えなんで、うん、これね、今どのみんなどういうふうに考えてるのかなと思うんですけれども、あのその会場に来た ドイツよりも自分たちが一番かっこよくなきゃいけないんだと、ね、ロックスターなんだから自分たちステージ上がるんだから一番生かしてなきゃいけないんだよなっていうことをインタビューで言ってるわけですね。うん、これは僕もねすごい賛同するんですけれども、うん、そういうこと僕は、ね、いつも思ってね、やっぱりね今までやってきてるんですけど、まあ、これはね顔がハンサム君であるとか、その美男美女ね、そうそう、まあそれは一番いいでしょ。そう、一番いいよ。だけどそこはなかなか無理があるからさ。だけども僕なんかそうなんだけど、だけども何て言うんですか、一番生かしてるっていうかね、一番何て言うんですかね、うん、オーラがあるというか、ステージに上がる、資格があるというか、そういうようなものをあの見てる方に感じさせればいいわけよ。本当にすぐが一番いいんだけど、それはもうキスのメンバーみたいに本当にすぐはいいけども、本当にすごくなくてもあのそういうのを感じさせるっていうのが僕は大事なんじゃないかなって僕はいつも思ってるのね。うん、だからそういうんで、やってたんですけれども、うん、だから例えばステージ衣装であるとかね、そうそうなんですよ。あとはもう うまかったらそれだけでいいじゃないですか。他の人よりもう圧倒的にうまかったらもうステージ上がってすっげえあの人ってなるわけだからね。うん、何かこうだからこのその会場にいる中で一番優れてなきゃいけないというか、生かしてなきゃいけないというような考えがね、僕もねそれありました。あのキスのメンバーが言ってるあのインタビューをたまたま最近見てね、あ、そうなんだよなと思ったんですけど、そう、その通りなんですよ。で最近ね、そういうことをちゃんと思ってる人っているのかなと思って、まあ逆にそういうふうにあんまり気負わない方がかっこいいっていう今風潮なのかもしれないんですけれども、うん、でもね僕はそんなふうにちょっと思ってまして、そうそう。で、あの例えばさ、まあ、どっか行ってでなんか急にね、あのじゃあステージ上がってくださいっていうような状況になった時に、例えばあその曲はすぐ演奏できるわとかすぐ歌えるわっていう状況だったとしても、例えばあ今日髪型決まってないんだよなとかさ、髪型もいいか、今日ひげ剃ってねえなとかさ、ね、あちょっと、ま、なんか今日ステージ上がるようなあんまり格好してないなとかね、そういう風も僕はね気になっちゃう方なんですよ。うん、演奏はできるけどとかね、うん、バックバンドだったらいいけど、なんか そういうないですかね、みんなね。ね、僕なんかそういう風に思っちゃう方なんですけれども、うん、まあ、過度には思わないけどもね、うん、だからあんまりスウェットとかでね普通のサンダル履きでステージ上がるかっていうね、そういうね あれはないのね。うん、だからそれはいけないとか言ってるんじゃないですよ。逆にそっちはかっこいいっていう考え方も絶対あるんで、それはいいですよ、それはそれで。うん、本当にそう、全然客席にいて飲んだくれててそのまんまステージ上がってかっこいい演奏したっていうのもそれもありよ、確かにありだと思う。うん、だけどね、なんか僕はね、そうやっぱステージ上がる人間だな的なのはちょっと出したいなっていう感じかな。うん、そう思ってる。だから今そういう風にちゃんと思ってステージにやろうと思ってる人が一体どのくらいいるのかなと思って、僕が見てる限りね、どうかな、何人ぐらい、半分ぐらいはいるかな。でも半分ぐらいはほぼほぼ持ってないと思うんですよね。ほぼほぼ持ってない、特に若い子の方があんまりそういう気持ちがない、風潮にあると思うんですね。うん、いやこれは全然いいとか悪いとか言ってるんじゃなくて、そんな感じだなって僕は素直なに思いますね。うんうん、だからその売れたいとか、うん、人気が出たいとかはねっていうのを考えるんであれば、少しは何か見せ方も考えた方が僕はいいかなとも思いますね。カッコつけるっていうのに限定しなくても、何か人と違うんだよっていうようなのを醸し出すという意識ですね、うん、そういう意識が少しはあった方がいいかなともね、そんな風にも思いますけどもね、どうなんですかね。はい、はい、今日はねそんなお話してみました。また聞いてください、ありがとうございます。